さあ今乗ってもらってんのがクーパー S です。はい、エンジンが、少し変わりました。はい、どんな感じですかね。なんかね、あの粘っこいって感じ、こうなんか踏んだ瞬間にパコッとこう出ていくような、こうそういうイメージがもうこれ AT っていうのもあると思うんだけれども、オートマティックっていうこともあると思うんだけど、もっとこうなんていうの、今までのイメージの中にあるクーパー S っていうのはこう踏んだ時になんか首がククってなるぐらいこうデジタルに反応する、そんな感じがあるんだけど、これは全然そんなことはなくて、すごくスムーズで、おそらく全開した時にグッとこうターボの感覚で来るんじゃないかなって、うん、今までとちょっとこう、今までっていうのは特に初代に乗った時にね、それがすごく顕著にあって、あはは なるほど、なんかあの一般道路を走るレーシングカートっぽいそういうのがクーパー S のこうなんかイメージとして最初に植え付けられてたんで、これパドルシフトはついてますか。ついてますね、これは。はい、これですね。これはでもプッシュでダウンの、これね、引っ張って、いや引っ張っておおあのアップですね。でプッシュでダウン、シフトスイッチってやつですね。シフトスイッチですね、そうですね、そういうことですね。B セグメントっていうと、どうしてもエコカーとか燃費とか、うん、そっちばっかりがこうクローズアップされる車がやっぱ多い中、はい、珍しい存在ですよね。そうそう、珍しい存在ね。だから、この車見て DS3 シトロエン出してきたと思うし、あで、だってこんなにさ AB だ突っ立ててさ、うん、あの空気抵抗を考えた時に、うん、これでエコカーってありえないじゃん確かに、もう今のこう定義から言うとね、真四角ですからね。もう真四角だし、だからポロみたいにそういう車になってなかったら無理でしょ。うん、だから、うん、まあそのエコを歌うっていうのはちょっと違うような気がするし、うん、だけど可能な限り今の車ってエコにしなきゃいけないんで、うん、だ結局その EV を開発してるっていうのはよく理解できますよね。うんうん、まあもうじゃあその EV も究極はそのやっぱり EV 自体究極はやっぱりその空気抵抗もって言われてくるように、この燃費が言われるように、この燃費が言われてくる時になってくると思うんだけれども、うん、だからもうそういうこととは関係なくとりあえずミニを売り続ける意味、意義っていうのはやっぱりこう効率だけじゃなくて人の心っていうのは効率だけでは解決できないんですよっていう、ね。おそらくポロに乗るのと全然違うと思うから、これに乗るのっていうのはね、うんうんうん。あと B セグメントというカテゴリーの割にはこのインテリアとか、はいはいはい、その辺の内装の仕上げとかが非常にこう高級感のある、ある意味一つワンセグメント上の内装のクオリティがあるんじゃないかと思うんですけど、うんうんうん、その辺はどうですか。そうですね、やっぱそこに仕上げていかないといけないんじゃないかなって思うんだよね。だから今回もこういう風にこう、メタル系からちょっとこうブラックアウトしたりとかいろいろこう変えてきてますよね。だからそれはやっぱりその、もちろんこういろんなリサーチかけたんだと思うし、うん、でいや前の方が良かったよっていう人も絶対いると思うんだよね、こういうのって、うん、だけどやっぱり新しいものを何かこう出していかないと、こういう車特に、うんうん、だからその問題はあと仕上げとかそのデザイン性っていうことになるから、ただ大きく変えられないじゃない、うん、こんなにもうそうですね、ま、大ヒットしたインテリアもそうだし、インテリアもそうだし、こんなに売れちゃった車を大きく変えるわけにはいかなくて、その中でまあ最低限一生懸命努力してんだろうなっていう気はするよね、うん、はい。走りの方は松田さんこれいかがですか。まあこれね、実は面白いのは、僕思うのはポロがさっきそのね、うん、この B セグなんかのベンチマークって言われてて、はい、で乗り味っていうかな、うん、ポロにね近いんですよこれ実は、うんうん、だからそのハンドリングとかを、ポロも当然ハンドリングをこう
目指してるわけで、うん、全てにおいてエコもハンドリングも、うん、って言ってて、あとはまあデザインはその好みの問題があるからそれぞれだと思うし、僕はあれはあれでいいと思うし、うん、だけどハンドリングってね結構似てるんですよ。ハンドリングって言い方おかしいかな、乗り味だね、うん、どちらかっていうとね、うんうんうん、でサスペンションの突き上げ感だとかストロークのフィーリングとか、うんうん、そういうのがとってもよく似てるんですよ、うん、でまあやっぱりそのドイツだし、うんうん、でそこの開発していくとやっぱり同じような方向性に行っちゃうのかなって気はしてるんですね。あのよく松田さんが言うあの小打楽の時の車の反応みたいな、はいはい、はい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 、その辺はどうですか。その辺はね、もっとこのクーパー S の方が例えばその GTI と比べてね、うん、こいつのライバルになるのはそういう意味では GTI だと思うんだけれども、ポロの場合ね、でもっとこうデジタル、まあ、用が先に出るっていう、その例えばステア切った時に、うん、ステア切ると前フロントタイヤが反応してそれで、うん、用方向に出ますよね、うん、そことロール方向に出る、うん、そのこうタイミングっていうかその、うん、例えば用に先に出てロールがちょっと遅れる硬いサスペンションとか、うん、用が出た瞬間にロールが先に入ってそこから用がふっとこう入っていくような、うん、そういうそのサスペンションとかいろいろこう柔らかい系ね、うんうん、そういうのがこういろいろ分かれるんです。そういう意味ではどちらかっていうとあの切ったらロールは必ずほとんどの車出るんだけれども、うん、あるそのスピードですね、ロールのスピードが比較的こいつは遅くて用方向に速く動く。あ、用が先に出るとやっぱハンドリングがシャープに感じますよね。切った瞬間出るっていうのはシャープに感じます ね、うん、ね。ただあの軽い車はそれでもいいんですよ、こういう、うん、ホイールベース短くて、あ、うん、で軽くてコンパクトな車はそれでもいいんですよ、うん、だけど、もうちょっとこう大きい車ね、はい、シーセグあたりその辺の車になってくると今度はあんまりデジタルに動くと車のそのボリュームも大きいんで、うんうん、そうするとハンドリングの部分でちょっとそのなんていうのかなシビアになってくる、うん、場合が多いですよね。あ、ただこの車なんかはそんなに逆にこうキビキビ回る方がいいってありますよね。ただ本当にこうやってこれからこうやって切るとはっきりするんですけど、若干やっぱりロールは入るんですよ絶対に、うんうん、用を切った瞬間に そこのロールの入り方の量とスピードをどう味付けするか、うん、明らかにこれはもうポロなんかの方がロールは大きいですよね。あ、かといってそんな他のモデルと比べたら全然ポロなんかでも少ない方なんだけど、うーん、そういう意味ではこの、うん、相当こう味付けはスポーティーな味付け、うんうん、実際乗ってみたら突き上げもあるし、うん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 、ただねその、まあ、これ比べることじゃないかもしれないけど初代のクーパー S ってもうほとんどロールしないんじゃないかぐらいガチガチに固めたサスペンションで、これはこれですごく面白かったんだけどね、うんうん、あとはその FF でしょこういうコンパクトカーっていうのは、はい、まあその1シリーズは除いたとしてね、 BMW の1シリーズを除いて、そうすると FF モデルの場合っていうのはスポーティーに走るとやっぱりこう攻め込んでいくときにアンダーステアが気になるんだけど、その分タックインね、アクセルオフでエンジンブレーキを使った巻き込むようなコーナリングのさせ方、うんうん、それをどう楽しめるか、あ、でそれはある種 FF の中で一番危ない状態でそうですね、どんな車もそうなんだけどアクセルを踏んでるあるいはちょっとこう荷重をかけてる状態、うん、加速してる状態ですね、はい、その状態が一番安定してるわけですよ、うんうん、だからそこにアクセルオフの巻き込む楽しさなんて言語道断な話なんだけどだけどやっぱりねその FF のね楽しさっていうのはそこにあるんですよ。あ、でそれをやっぱり一番なんていうのかな今の中で言うとそういうアクセルオフで危ない状態になるのはタブーなんだけれども、うん、そこをあえて楽しませてくれるのは今多分ミニクーパーだけ。あ、そうですか、うん、クーパー S だけ。へー、それはもうポロにしたって何にしたって一番嫌ってる部分で、うんうん、そこをとにかく抑えてリアをカチッとしっかりさせて、はい、それで
ステアリングで曲がっていく、あるいはそのギアが何か起きた時には電子制御でどうにかして、うん、まあ、もちろんこれも入ってますよ電子制御は、はい、だけれどもそういうところをこう電子制御で、オブラートに包みながら、はい、で楽しさを出すっていうのが、あのポロとか他の車ですね。でシトレンはそこにもっとロールを早く出して、DS3 なんかは、まあ、ダンス車っぽいですね。 C3 はもうそれの究極なんだけど、 なるほど、そこにロールをはっきりこう出していって、うん、それをまた楽しむっていう考え方、うんうん、だからもう本当にその辺はこのミニと、うん、シトロエンとポロっていうのは好みが分かれると思う。あ、究極言うとそのハンドリングでどれが好きって言われたら、なるほど、うん、それぐらい明確な違いがあるってことですね。違いありますね。だからまあ、この車の持ってる部分というのは僕は個性的ですごく面白いと思うし、いいと思うし、うんうんうん、僕は好きですねこの車はね。あ、そうですか、はいはい、ありがとうございました。はい、どうも。